オースミレのチャンピオン、インゲンです。さて、始まってしまいましたね、地獄のシリーズが。まあ地獄かどうかわかんない。実はなんか結構楽しいという噂も聞いてますが、皆さんご存知、新しいシーズンではなんとパーティーに禁止伝説を2匹まで入れられて、なおかつダイマックスありのルールになっています。まあじゃあその魔境ルールどうやって乗り越えようかなと。まあしかも7ヶ月あるわけですからね、もう動画ネタがどこかで尽きてしまうかもしれませんが、とりあえず最初の1ヶ月、まずはこのルールをね楽しみ尽くして、このルールをまず好きになるところから始めてみましょう。ということで、禁止伝説がねパーティーに2匹入れられるようになるって言ったら、まあ、やりたいことは夢のペアを使ってみたいじゃないですか。皆さんは見たくないですか？僕は見たい。夢のペアってどういうことかというと、こういうことですよ。はい、ドン、こういうこと。ディアルガとパルキアみたいなさ、ルギアとホウオウとか、海洋型グラドンみたいなことみんなやってみたくないですか？僕は見たい。ということで、対になってる禁止伝説2体並べてパーティーに入れてみるっていうのを全世代ちょっとやってみたいなと思ってまして、まあ、今回はねポケモンレジェンズアルセウスが発売されたばっかりということで、まあ、新葉地方のディアルガとパルキアからスタートしたいなということで、ディアルガとパルキアを中心にしたパーティーを組んできました。まあ、実は僕この環境ディアルガが禁止伝説の中で最強、まあちょっと言い過ぎかもしれないけど、いっちゃん強いんじゃないかぐらいまで思ってて、まあ、そもそも環境メタとしてディアルガ使ってみたいなっていう意識があったんで、まずは第4世代からということで始めてみたいと思います。うまく回るかな、頑張ってみましょう。はい、対戦手見つかりました、よろしくお願いします。禁止伝説枠1個だ。あれ、前の世代に取り残されたような。あ、ちなみになんですけど、まだねサンプルが2日分しかないんですけど、今期の使用率トップはザシアンらしいんですけど、2位メタモンらしいですよ。やっぱ相手の禁止伝説をコピーできるということで、禁伝メタモンって選出したらね、3体禁伝みたいになりますからね。禁伝みたいな並びになるから、やっぱそれを求めてみんな使ってるんだろうなっていうのがちょっと目に見えて面白いですね。あ、でもこれさ、タスキーマンム書店に出されるだけでちょっときついかも、正直。どうしよっか。いや、ディアルが行くとマンムきついんだよな。そうするとパルキア先発したくなるけど、いかにも先発で出てきそうなオーロンゲーに対して悠々と起点を作らせてしまうのが嫌だ。いや、でもパルキア、ディアルガの順かな。ラス1どうしよう、これ。まあガオガイにするか。うん、こんな感じ、よろしくお願いします。あれだけどね、ヒヒダルモも弱くなさそうでしたけどね。あ、レシラム。さてと、どうしようかな、この対面。この対面どうしようかな。あ、こっちのプレッシャーが先に出て、タブブレイズ後。ってことはスカーフじゃないのかな。これ、両方、あれだよね。特性の優先度、プラマイゼロだよね。今ので多分、素早さ判定できたはずなんで、相手がスカーフじゃないのが分かった。こっちスカーフなんですけど、スカーフは空切断いっちゃう、まあ、なんかこっちが先なのバレてるから、オーロンゲとかに引かれそうな感じもするけど。まあ、いっか。とりあえず、最大バリュー。まあ、そうよね。まあ、そうするよね。で、かぐやなんですね。はんはんはん。まあ分かっちゃいたけど。リターン取っちゃった。さて、かぐや、まあまあ硬いですね。残飯、あれかな、宿り木かな。ここ宿り木だとしてですよ、どうしよっか。あんまりそれに対していい動きできるポケモン正直いないんですよね。ガオガインがしっかり削り取られちゃうしな。パルキアでここ向きになって大魔切って大バーンってやってちゃうと、次レシラムに大魔切られた時に悪切断もう大魔で無理やり耐えられてっていう展開相当きつくなるんで、あんまりそっちには行きたくないんですよね、ルート的に。いや、わかんない、一回ガオガイに出すしかなさそう、これ。正直この鉄角やきついな。まあ、でもこれね、あれなんですよね、あれヒダルマ出しててもトンボで身代わり結局割れないから、結局ここで宿り消されて身代わりっていう展開、同じことになっちゃうんですよね。これが、ちょっとこのパーティーのきついとこかも。まあでもどうだろう。鉄火具屋上からフレアドライブされるのまあまあ嫌そうだけどな。鉄火具屋の振り方にもよるけど、ここお互い素早さの振り方全然見てない状況なんで、まあこっちの方が遅いんですけど多分。見てない状況なんで、フレアドライブ嫌がって引いてくれる可能性があることを考えたら捨て台詞でいいかな、一回。まあ逃げがてらということで。あ、オッケーオッケー、助かる助かる。あー、いいね。いっちゃいい、助かります。さて、ほんでですよ、捨て台詞をしてレシラムの火力下げて、この後すごい大事で、パルキア行きたくなるんですけどね、上から空切断っていうの、まあ、うまいことレシラムとテッカグヤの相性補完がしっかりしてるんで、このパルキア空切断でこだわってもダイモンズでこだわっても
どっちにしろ角が立つというか、どっちにしろどっちかがきついっていう状況になるんですよね。ディアルガのストーンエッジで一貫狙った方がいいんだろうか。でも結果的にストーンエッジ当てたところでなんだよな。火力的に本当に大したことないからな。パルキアで2択仕掛ける方が強そう。こっちにしましょう。はい、でまあじゃんけんなんですけど、ここ鉄火源に引いてくるならダイモンジでいいしっていうね。一応ハイドロポンプが一貫あるけど、レシラムに相手にハイドロポンプ打つのはそれおかしい、違うよな。そのハイドロポンプは中間択っぽく見えて、どっち居座られても引かれてもあんまり強くない択だと思うんで、やっぱこの2つのどっちか振るべきなんだと思うんですよね。ダイモンジ振ろっかな。1個見た。うんうんうん、まあ、だよね、まだダイモンジ見てないしな、そもそも。まあ1回当たりと。鉄火源ここで削れたのでかいですね。まあ、削れるとは言ってない。どうすんですかこれ。助けてください。まあ、第41マスコンまま。あ、引かないんだ。レシラムに。まあ、こっちがさっきからちょっと、読み読みみたいな行動、通し続けてるから、かなりあれかな。一回どうせ耐えるし、みたいな感じで、安定取ったかな。なるほど。ほな、ここでガオガン引きでいいですかね。うん、多分ここ守るか、守る以外何かあるんかな。うん、まあ守るとかだと思うんで、守るかバックか、レシラムにとかだと思うんで、どっちにしろ一回ガオガイン挟んで良さそう。はい、ガオガインです。はい、これは流れ的にはよし。本当は大文字当たってほしかったけどね、一発目ね。あ、うまい。うんうん、まあ、とはいえこれは決して不利な展開ではないので大丈夫です。ここはマステゼリフか。うん、安定行動だな。竜の舞物理やったんかあんた。あなた物理だったのね。そうだったのね、知らなかった。あ、じゃあステゼリフできたのでかいね。うん、なるほど。物理、まあこれで1枚できたので、相手はレシラムの上もう一回取り直せたよということなんだと思います。ほなディアルガ行きましょうか。一方的にね、弱点がつける、これがでかい。いやー、パルキアとディアルガ実はなんか2人ともって言っちゃった、2体ともドラゴンタイプではあるんですけど、弱点の一環がなくてですね、相性補完は実はそこまで悪くないんですよね。なのが偉い。今回はディアルガが物理になってるし、それぞれ役割がかなり違って、ここ2体一緒に戦術してもこう同じポケモンがきつくなるということが比較的少なくなってます。なんならここ大ドラグーンしたいけどな。ここ大ドラグーンやりすぎかな。いや、いい気がする。ここじゃね、ここだと思うんで大ドラグーンをします。あ、でも僕がお相手だったら引くかも。やったわ。やったかもしれん。ここ大ドラグーンちょっとあれかな、甘えちゃったかな。そうね、でも鉄火具や3体目が見れたらでかかったんだけど、鉄火具引きか。まあそうよね、ドラゴン技打ちたくなる場面だもんね。いや、ちょっと焦っちゃったかも。押した後に後悔すること多い。はいはい、まあ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 、守るが今んとこ見てないんで、守るがなければ大魔タン一旦残して突破できるが、どうやという感じですね。ちなみになんで物理型にしてるかっていうと、今期鳳凰がまあ少なくはないだろうなと思ってて、ザシアンにまあ強くて、その他イベルタルとかにも直機持たせれば割かし有利みたいな感じで、まあサンダーも少なくないだろうし、いやまあ直機持たせればすごく強いねっていうので、全環境からね、流行ってる直機鳳凰が一定数いるかなと思ってたんで、直機鳳凰を抜けるようにちょっとだけ S、まあ12とかね、まあ不安だったら20とか振って、ダイロック、ないしはまあたまにストーンエッジとかでもいいんですけど、を振って鳳凰を倒しに行くっていう動きがまあ弱くないんじゃないかなと思ってて、それをちょっと試したくて物理になってます。意味なく物理ってわけじゃないよ。なんですけど、今回は大魔3ターンきっちり枯らされてしまったんで、ほなどうしましょうかねという感じですね。あ、っていうかそうか、レシラムが特殊アタッカーだと思い込んでたから、威嚇が意味なかったから、威嚇のこと忘れてたけど、その特殊アタッカーだったらね、威嚇が意味ないから、威嚇のことを完全に忘れてたけど、さっきの場面って A が1段階下がった状態だったのか、ステゼリフと合わせれば。あー、そりゃ引くわな。ちょっと間違っちゃったな。まあでも一応ドラゴンの一環を切ってたテッドギアがこれで倒れてくれた。いやー、まあそれでもちょっと不利展開ではあるけど、
ガオガエンバックが比較的そのあれですね、思った以上にレシラムに強そうなんで、それが、うん、朗報というかこっちにとって助かるかな。でもレシラム鬼火が効かないいいタイプですからね、ちょっとうまいこと立ち回んないとやられそう。レシラムどうですかね。ここ龍舞は絶対ないと思うんだけど、何打つんだこれ。逆に一撃でディアルが吹っ飛ばす技も持ってなければ龍舞を打てる場面でもない。普通に大ドラグーンとかなんじゃないかな。ガオガイン引いてみましょうか。ここ龍舞打てたらお相手勇気ありすぎるというか、むちゃくちゃうまいけどな。それはあ、物理ってこの時点で判明してるんで大魔切ってくれそうだけど、うますぎなんでこっちが激凛打たない、まあ激凛というかドラゴン技を打たないって分かったんだ。さすがにうまい。それはまあでもガオガイン出すことにそこまでデメリットもないしな。ここもう一回置いて龍舞しても捨て台詞でトントンっていうね。 S が1段階上がっただけっていうことで、まあ、こっちがパルキアを投げづらい状況は続くんですけど、まあ、こっちの負け筋はこっからそのディアルガーが大ドラグーン食らって、でその状態で激凛でこだわってしまって、大ドラグーンで A 下げられた状態で座ってしまって、レシラムが倒せなかったっていう時、それが一番まずそうなんで、ちょっとここは置き気味に立ち回っていった方がいいんじゃないかなと。あ、ここで大魔切ってくれる。いや全然それならいいです。もうしびれ切らしてくれたな。ここで大ドラグーン、いやいや全然ガオガエン耐えると思うけどな。シラムが弾とかだったら大ドラグーン倒れちゃうんだから。今回 HBD 調整してるんですけど、性格は D によってて、どっちかというと特殊系の方なんですよね、このガオガエン。まあ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 、さすがに大丈夫か。これ弾ではなさそうかな。弾だったらちょっと怪しいみたいな耐久でしたね。うん、とはいえこれでレシラムの火力下げることができたんで、まあ、こっちの大魔もうまいこと枯らされましたが、相手の大魔もそこまで行きなさそう。よかったよかった、めでたしですね。まあ、ここはディアルガでいいんですけど、 A1 段階下がった状態か。まあ引くわなここは引きます。はい、ガオガインはここで威嚇入れるのか、もう完全に後のお仕事って感じ。いや十分頑張ってくれてますね。ガオガイン強いぞ今。ちなみに僕最近そのあんまり上手くはないけど、スマブラちょいちょいやってて、あのガオガイン使いっていうか、ガオガインを一番よく使ってます。ガオガインね、まあ、それで僕はすごく今こう思い入れがあるというか、めちゃくちゃこの姿が僕にとって見慣れてるんですけど、まあ、そういうのって人によってあるだろうな。スマブラでポケモントレーナーとか使ってる人はもうリザードン使ったらいつも復帰するやつだってなるのかな。なりそう。ここは捨て台詞でいいですね。お相手は大バーンで大魔終わった後の火力を取りに来てるっていう感じですね。まあ一回龍舞回れちゃってるのもあって、耐えんのマジなんだ、すごいな。ガオガエン超耐久を見せてくれている。うん、いやこれは結構助かりますね。お相手裏がメタモンだった時のことを考えると、ガオガエンは残しといていいですね。そのディアルガ取られた時にディアルガに威嚇が入るんで、ここもこの時点で激凛かなを押しに行っていいかなと思います。裏がマンムーだとしてもさすがに勝ちですし、サンダーだとしてもさすがに勝ち、まあ、メタモンでも大丈夫。いやまあ前提的に大丈夫そうだな。もう一回引くとしても激凛で、さすがにメタモンの HP なら吹っ飛ぶはずなんで、1個メタ、はい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 、サンダーか。うん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 、まあいろんなケース考えましたが、サンダーならもうディアルガでね余裕で見れてるというか、サンダー側はディアルガだいぶきついだろうしな。静電気今一発でまひってますけどで5つ目、いやこれディアルガで見れてんのか、大丈夫。一応羽休めに合わせて自信押せばサンダー受からないっちゃ受からないけど、サンダー側から有効ではないけど、こっちもなんかあれだな、有効ではないな。大丈夫かな。まあ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 、一応あれパルキアで悪雪断連打しときゃええやっていう状況を作れたら勝ちなんで、そこまで頑張りたいですね、とりあえずね。うん、まあなんかだいぶ状態異常が重なり重なってっていう感じになってますが、ガオガエンここで混乱切るために出すべき
どっちだろう。そうだな、ガオガエンを今後そのレシラムに対して投げちゃうと、そのターンをリュウマに使われるとパルキアが上取れないっていう状況ができるんで、パルキアの一環を作りたいっていう状況は変わらないなら、ここガオガエンなんじゃないかな。はい、ガオガエン出してみます。え、うまここで引けるの激うまやな。あー、なるほど。で、あれすんのか、ここで竜の舞すんのか。そうすることで一応パルキアに負けないっていうのが出来上がる。わー、すげえな。それはおしゃれ、お見事です。セゼリフ、いや、かなり激戦繰り広げてますね。金殿2体使ってもパーティーの相性とかいろいろあるから、こう金殿2体使ったら有利っていうわけでもないね。あ、でもここサンダーなんだ。え、それもったいない気がするけどな。結局レシラム出した意味ない気がするけどな。もったいない。お互いね、レシラムもディアルカも物理ってことで、お互い何やっとんじゃという話、あの話なんですけど、とりあえず混乱治ったディアルがここで出せるんならよし、全然。あとはサンダーどうせ羽休めなんで自信置いときます。まあ、別に引かれても弱くないですしね、自信は。うん、まあ羽休めよね。ここの自信がちゃんと動けたらでかい。あ、時間なくなりそう、マジ。自信でかい。あ、え、勝ってえ勝ったそう、えこんな硬いっけサンダー。あ、そうか、激凛と指数そんな変わらないのか。激凛が180で自信200だから、ギリ確定2発みたいな感じなんだ。まあでも、え、ってことはさっきガオガエン倒されなかったのでかかったな。時間切れのこと考えたら、いや、まあ倒されたらあれでよかったのか、パルキア出しでよかったから相手倒せないのか。ああ、まあ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 、それならこっちが3体使ってるっていうメリットをうまく使うほかないですね。あ、じゃあ地震連打かな。こうやって地震こっちが押しとけばあれできないし、あのボルチェンできないし、でも放電であと3分でディアルガを倒しきれないしな。お相手どうする、相手放電連打じゃ勝てんぞっていうプレッシャーをかけてます今。暴風、なるほど、状態以上にとりあえずかけようっていうね。自傷ダメージも含めれば勝てるかもっていうねのがありますよね。で、ここストーンエンジンに切り替えようか。当たれば大丈夫そう。うわー、うまーうますぎるよそれは。ここでエッジ打っちゃったじゃん。まあでも当たってくれるとでかい。ストーンエンジン、はい。お相手嫌だろうな、このストーンエンジ。はい、まあ、ストーンエンジでいいですね。暴風、よう当たんねえ。これ捨てゼリフしてるのがだいぶ生きてますね。いやー、うん。お相手運いな。まあでもこっちもね、リアルがさっきから動いてるってことで。あ、素晴らしい。当てる。いや、こっちもこっちだな。素晴らしい。いいじゃないの。うん。あとこの時間しかないことを考えると、何がいいんだこれ。激凛でいいのか、ここ。サンダーが跳ねして激凛して。いや、地震でいいのか。そうね、地震でいいね。暴風。はいはい。相手はこのディアルガを倒しきればっていう感じなんかな。あー、自傷してる。大丈夫？ギリギリこっち、あのコマンドタイムがもうなくてですね動くしかないんですこっち実は。降参、あー、もったいね、もったいね。お相手このターン防空してればワンチャンまだあったかもしれんぞ。あ、っていうかさ、僕さっきのターンパルキアに引いてればよかったのか。はー、視野狭くなってた。はー、気をつけよ。ほんとじゃん、皆さんこういう時気をつけて誰だ今の。僕さっきの場面パルキアに引いてたら、いやー、僕3体絶対残せるから勝ってたんだ。そうじゃん。うわー、変な冒険しちゃってた今反省ですねこれは。はい、まあまあ勝ったからよかった。一応ずっと有利展開を作れてたけどね。はい、対戦点見つかりました。よろしくお願いします。海洋が日肉か、まあ、どっちもなんかこう固有のこう対策が必要みたいなね、厄介なポケモンなんですけど、ドクロックで今回まとめてみれそうなんだけど、ドクロック逆に他の伝説以外の他の4体に何もすることないな
マジですることない。いや、ちょっと技構成もうちょい考えました方がよかったかな。まあまあ反省は後にして、その2体にドクロック出すのはあり。まあでもね、正直ディアルガパルキアの時点で海洋ガに死ぬほど強いんで、別にドクロックわざわざ出すかと言われるとガオガエンでネチネクに見るぐらいでちょうどいいかもっていう感じはしますね。とりあえずディアルガ出すじゃん。パルキア出すじゃん。ニチネック対策はガオガエンでみたいな感じですかね。強すぎるけど。ハチマキダルマも相手が全体的に遅めなんで強そうなんですけど、まあでもネバネバネットありそうだし、こうしとこうかな。っていうか、脳死でパルキア出したけど、パルキアはそもそもいるのか。まあでも海洋ガに熱く出とくっていう意味では、まあ出して損はないか。はい。これで海洋ガ結局重たかったじゃんってなるの嫌だな。なんだかんだ直帰ディアルガに頼ることになるけど大丈夫かな。まあ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 頑張ってみましょう。よろしくお願いします。ツボツボからまあまあツボツボも別にあの有利対面だなと思ってディアルガ出してます。初手であれですけどね、初手でこっちが物理なのバレちゃいますけどね。まあいいや、アイアンヘッドひるんだらでかい。引かないんですね。まあ頑丈があるからいいやっていう感じなのかな。あ、ちょうどイバンも発動させずいいライン。え、何レッドカード。ああ、なるほど。レッドカードネットね。ネバネバネットね。あ、パルキア出てくれたのは美味しい。これはネバネバネット受ける前にスカーフパルキアが着地できたのは非常に。ああ、ひるんで技が出せない。やったーそんなこともあるな。ここ悪刹那打ちたいんですよね。なぜならメタモン出された時に、まあ、最悪悪刹那で、対面できちゃうから。っていうのがあるんですけど、ただ悪刹那であの残りの体力持ってけると思います？微妙だな。今回臆病パルキアなんですけど、一応ね CS ですけど、ここハイドロポンプと波乗りで最後まで迷ったけど、カワルドン一発で吹っ飛ばせるハイドロポンプにしてきちゃった。命中不安だけど悪刹那迷った挙句、まあまあまあ最悪そのツボツボにされて嫌なこともそんなに多くないからいいやということで耐えられちゃってる。ネット、まあ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 、今回ネットされて致命的なポケモンはいない、大丈夫って自分に言い聞かせてますけど、はい。まあ、こっちのスカーフまだバレてないですね。命中95の技連打してる時点でバレてる可能性はなくはないけど。ネクロズマ、ネクロズマに対しては、まあ、ガオガエンにね、僕は絶大な信頼を置いてるんで、ガオガエンでどうとでもなると思ってるんですけど、これでどうとでもならんかったらごめんなさいします。多分大丈夫。まあ、一応今までまでガオガエンで何とかしてきたという過去があるので、今回も何とかしてくれるでしょうという、そういう安易な出し方ですが。ラムだとね、ちょっと怪しくなってきますけど。リュウマエ、いや、パルキアの前で普通に当たり前のようにリュウマエしてくるな。まあまあまあ、さすがに普通か。これでラムで、かつここでもう一気にダイアースとかで返しに来るときつい。安定卓は捨てゼリフとかになるんですけど、その間にもう一回リュウマエとかされるとまためんどいかな。でもいっか、一回捨てゼリフで様子見ようかな。ここダイマだったとき捨てゼリフの方がリターンでかいんですよね。もしかネクロズマが引く可能性もあるっちゃある。あー、リュウマエか、まあ、オリビできてたらでかいっていう感じなんですけどね。ここじゃないじゃない。まあ結局A 上昇はなかったことにできるんで、あ、悪くない悪くない。ガオガエンここが偉いですね。出た時と捨てゼリフトで2回 A を下げられるんで、もう一生この後から受け出すっていう動きをしてても絶対にガオガエンがね、後出し安定しちゃうっていうのが偉い。さてと、まあ、もちろんネクロズマに対して弱点技振るなんていう愚行は犯さないので、ここはガオガエンなんですけど、まあ、お相手ここガオガエン読みでもうすぐダイアースに切り替えるみたいなことやっても弾じゃない限りそんなにメリットないしな。まあ弾最近ちょいちょい見るけどね。ネバネバネットといい格といい、なんか出た時の儀式が多いですが、なんか能力下げ合い対決みたいな。リュウマイどうなんだろう。ガオガエンの前でも自信満々に積んでるあたりあれなのかな、ラムなのかな。まあここはじゃあ一回鬼火します。もうラチ開かないんでね。自信、あ、普通に自信だ。どれくらい入るだろう。あ、結構強いな。これ強化アイテムなしでこれ出るのかな、どうなんだろう。あ、なしだ。鬼火当たる。えらい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 。
まずこれでラムじゃないことがこっちにとってめっちゃ大事なんですけど、まあ、これラムじゃなかったら、あ、いけてる？あ、いけてるいけてるいけてる。よかった。いや、これはだいぶ安心感ありますね。じゃあ多分だけど弱点保険ですね。まあ、こっからは保険にじゃあ気をつけてっていう動きをすれば大丈夫そう。でとりあえず捨て台詞でいっか。こうなればネクロズマはただの硬くて遅い置物になるんで、まあ、当倍技でね、ちまちま押していけば、まあ、大丈夫かなという感じにはなってきますが、自信。うん。後でまた威嚇入れに戻れますね。それもまたでかい。一回捨て台詞から入って、その鬼火じゃなくて捨て台詞するぞっていう姿勢を見せてたのもでかかった気はしますね。ここはパルキアで、うん、リアルが言ってもその弱点をつかない技が半減技しかないんで、当倍技で押すことを考えるとパルキアの方が偉い。パルキア今回耐久振ってませんが、もう A が下がりに下がってるネクロズマ相手なんで、まあ、そこまで心配しなくてもいいかな。 A1 段階下がってかつやけどでしょ、まあ大丈夫でしょ。あ、ハイドロポンプで太鼓ハング、どれくらい火力、余裕ですね、全然大丈夫。ハイドロポンプ、あとはまあ回復技があるかどうかは見たいですが、うん、いやまああったとしても全然回復する方が不利そう。このサイクルこのままハイドロポンプで、後ろが海洋ガとかだったらもう余裕ですね。地震、あとは相手の後ろがあれメタモンだった時のことなんですけど、まあ、余裕で大丈夫です。どういうことかっていうと、こっちプレッシャーばっかなんですよね、パルキアとディアルガって。なんで相手同じ技を打てる回数が3回なんですよ3回しか打てないんです。それがね、お相手多分めちゃしんどいと思うんで、まあ、多分そこにお相手苦しめられてくれるんじゃないかなと思ってます。お相手もこのメタも引くことできないんで、ディアルガに大魔切ることはもうこっちは確定でいいと思うんですけど、そうやな、いやここあえてそのまま居座っていいな、倒されていい。あ、大魔、はい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 、もう、まあ、ちなみにここなんでわざと倒されようか、倒されようとしたかっていうと、そもそも相手を悪空切断でこだわらせたくて、こだわらせる技をここで固定させられたら悪空切断からそっと受けばいいし、でここで大魔でこだわる技を固定しない動きを相手が取ろうとしたら先に大魔切ることになっちゃうんで、あとは直帰ディアルガで大魔しっかり垂らして終わり。どっちにしろ大丈夫。あれっていうか結局大ドラグンか。まあ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 、なるほど、まあ、大ドラグンで倒して後からその第一で縛るみたいなねっていう動きなのかな。まあ、ディアルガーが物理であることを見せてるんで、相手大ドラグーンの方を打ってくる可能性はありますがね。まあ、ここでディアルガー行こうかな。うん、ここディアルガーから入って、まあ、特に意味ないですが、ここガオガインに引きます。まあ、大魔ターンからしですが、ガオガインから出さないのはダイアース一択じゃんっていう状況を作らないためですね。こっちは大ドラグーンの PP 減らしたいんで、大ドラグーンを打ってくれる可能性が高いっていう、そういうちっちゃい部分だけでリアルガから先に入ってます。ダイアース、まあ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 、弱点保険の線切ってもう動いてるって感じですね。直帰リアルガなんでこっから負けることはもうないんですけど、相手の技構成も知ってるしね、こっから負けることはもうほぼないはずなんですけど、一応慎重に立ち回っております。はい、じゃあ直帰ディアルガ行きましょうか。そうなんですよね、今回ディアルガをコピーされてもパルキアをコピーされても、こっち側にある程度その容易に対処できるポケモンたちがいるので、そんなにこうメタモンが怖くないっていうのもこのコンビのいいとこかなと。いや、しかし絵になる対面ができましたねこれ熱いな、熱いダイマックス対面ですね。あ、もうダイアース打ってるんだ、なるほどなるほど。まあダイアース打ってもこんぐらいですからね、火力でいうと。さすがに急所でもちょうど半分くらいか。
ていうぐらい、やっぱ直帰リアルガは楽しいな。あ、なんならこれダイナルフンで落ちるんか。あ、なるほどな。あ、そう、メタモンの HP だったらこれで十分だった。なんかちょっとあれですね、ガオガエルが出した遅延になっちゃいましたけど、まあまあまあ最善を尽くしたということで、勘弁してください。はい、対戦ありがとうございました。はい、ということで今回は3勝1敗でした。まあ最初なんでね、まずは試運転ということで感覚試してみましたが、意外と楽しい。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。 S12 振り、あと HA の、ディアルガです。意識してるのは S に振ってない直帰砲王、そしてまあクロバドレックスとかね、そして無限ダイナにも強いし、もちろんザシアンにも誰も切れば不利じゃないですね。イベルタルも直帰があるおかげで、まあ、トントンかそれ以上の動きができるはずということで、まあ、全体的に今の環境もう全てと言ったら過言かもしれないですが、まあ、今言い忘れましたけど海洋ガもそうですね、海洋ガもということで、今多いであろう禁止伝説をバーッと洗い出してみて、まあ、直帰ディアルガに勝てるやつおらんやんっていうことで直帰ディアルガ持ってきました。で、まあ、唯一ね、直帰砲王はディアルガでどうしようもなくて、で、とりあえず聖なる炎を置いときゃいいやっていう動きをされるのが一番きついなっていうことに気づいたんで、直帰砲王よりも、ちょっと早くて、で、ストーンエッジが打てる物理ディアルガにしようということになりました。物理ディアルガの感触悪くなかったですね。初手オーロンゲ対面とかでも、光の壁から間違いなく入ってくれるんで、光の壁を打たせたところに、アイアンヘッドとかで倒しちゃって、相手にね、物理の壁が残ってない状態で倒せるみたいなのも、まあやってはないんですけど、そういうシチュエーションがあったら大きそうだなっていうのも、ありました。相手のパーティーにオーロンゲが入ってて、そこに対してディアルガ初手出しゃ、全然強いやんっていうのは良かったですね。で、こっちはスカーフパルキアです。ディアルガに大魔を切ることが多いだろうなっていう前提だったんで、パルキアはダイモンを切らなくてもバリューが出るスカーフになってます。ただちょっと火力不足を感じたかな。 C150 の種族値あって、火力不足っていうのはもう世も末なんですけど、インファイトで D が1段階下がったザシアンにダイモン銃打って耐えられちゃった時はもうさすがにお手上げでしたね。まあ、スカーフにしたのはメタモンに最悪コピーされてもうどうしようもないってなったら、最悪スカーフで50% 対決できるっていうところも、まあ、メタモンに弱くないし、ザシアンにも一応削りが入れられるし、まあ、その他もろもろね、スカーフポケモンのさらに上取ったりとか、そういう動きもできるということでスカーフパルキアになってます。レシラム対面とかもやって思ったんですけど、やっぱ禁止伝説って90代の S 持ってるポケモンがあまりにも多いんで、その辺のこう同速対決を必ず上から持ってける、しかもドラゴンタイプが多いんで上から悪切断打てるみたいなところはかなり安心感があって良かったなというふうに思います。ちょっと技範囲は要相談かな。パーティーと大地の力はそんな打たなかったんで、ここ10万ボルトにしてみたりとか、レッドビームにしてみたりとか、まあ波動弾にすることあるかな、まあ、とかいろいろ考えられましたね。で、まあ相性補完のつもりでおまけで入れたはずのガオガエンがめちゃくちゃ戦出率高くて、だいたいガオガエン出そうってなったんで、皆さん禁止伝説枠を使わない今環境のメタ枠としてガオガエンおすすめですと言っておきます。これはおすすめと言っていいよな、多分それぐらいいい活躍でした。まあザシアンに比較的強くで、僕クロバドがこのパーティー重いなって思ったんでクロバドに強くで、イベルタルにも弱くないし、あとニチネクにめっぽう強いっていうところがいいですねっていうところもあって、今の環境強い禁止伝説に対して強いのかなというふうに思いました。もう技構成もこれ以外の技が欲しいということはあまりなく、挑発とか入っているガオガエンもいますけど、 DD めっちゃ大事なんで僕は DD 入れるべきだと思ってて、まあ捨てゼリフの枠をトンボにする人もいると思うけど、いやまあでも本当にこの4つの技が完璧だったかなというふうに思います。バッチリハマりましたね。偶然ですけど、はい、めっちゃ良かったです。逆に他の枠がちょっと今回は僕反省でしたね。マジで出さんかったということで、この辺をちょっといじればディアルガパルキアッパーいい感じになるかもしれませんね。もうちょいディアルガパルキアッパー回してみて完成度高くなってきたなってなったら、ツイッターとかでレンタルパーティーのコード出すかもしれません。まあ、レンタルパーティーね、一人が出せるコードの数、発行できる数決まってるんで、まあ、微妙な仕上がりのまま、まあ次のパーティー作りに移るかってなったら出さない可能性もあるんですけど、ある程度ね、今の環境のためにまた育て直したりするのって皆さんだいぶ面倒いと思うし、この環境をまあとりあえず動画見て楽しむだけで十分っていう人も多いと思うんで、そういう人が多いだろうなと想像されるからこそ、僕らは実況者みたいな、それでも皆さんとポケモンの接点を作れる立場っていうのは今こそ頑張り時というか、皆さんの楽しみになれたらなと思っている期間だったりするんですけど、実はね、みんなが自分でプレイしなくていいやって思ってる時は、実は実況者じゃあ僕らが頑張ろうっていう時期だったりするんですけど、まあ、そういうモチベーションで今動画作ってるんで、まあね、まあごめんなさい、話が行ったり来たりしましたけど、何が言いたいかというと、自分でパーティー作るの面
んどい人はそれでレンタルパーティー使ってもらって、日頃の気分転換なんかにね、リアルがパルキアファで潜ってみるみたいな、そういうロマンあることを皆さんにお届けできたりするのも楽しいかなというふうに思っていますんで、まあいいのができるようにちょっと頑張ってみます。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ポケモンレジェンズアルセウスを徹夜でプレイしすぎまして体調を最近崩しました。皆さんもゲームのしすぎには気をつけてくださいと、ゲーム実況 YouTuber が言うのもなんですけど、はい、いくら職業としてあのゲームをやらせてもらってるからといってやりすぎは良くないですね。自分の体、あの健康第一で皆さんお過ごしください。今期思ったよりも楽しそうなんで、あの気が向いたら皆さん遊んでみてくださいね。僕は触れてみてちょっと今期あの最初だけかもしれん、2ヶ月3ヶ月もしたらもうええわってなってる可能性もあるけど、あの現時点で今の環境想像の5倍ぐらい楽しいんで、モチベ今すごい高いです。剣盾もボンバンボンボンやっていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。お相手エンゲンでした。バイバーイ。